さあとということで、えー、今回はひらちゃんの、えー、話し合いですけども、えー、なんと谷原章介さんが来ていただけるということでほんまにちゃんとこのスタッフがこういう番組だっていうことをちゃんと言ってるのか YouTube で見れるんですよってちゃんと伝えてるのか TBS の番組だと嘘ついてるんちゃうかと実は僕若干心配しておりますけども。 まあでももうセッティングしてしまったんでやるしかないので大丈夫ですかねじゃあよろしくお願いいたしますサニアラと申しますよろしくお願いしますあのこれまあ J リーグのサイトで流れるものであのこの平ちゃんの話し相手っていう枠なんですけどいいんですか僕の話し相手に聞いていただいていやいや大歓迎ですよもう本当ですかはい ありがとうございます本当にもともとあれですもんねあのきちんと面識とかお話ししたことないですけども,もちろん、はいあのえっと、ドラマでご一緒させて <laughs> すいません本当にもうなんか恥ずかしい話ですけどタイ,タイガドラマそうですよ新選組新選組で国民的ドラマの国民僕の方が先で出てたんですかねお話的には, <laughs> はい、はい、だと思いますで僕がもう切腹してから谷原さんが登場するみたいな感じですかねしし、はいええ。い 切腹したことないじゃないですか。はい、どうやったらいいもんかなと思って。<laughs> これ全然サッカーと関係ないんですけど。ええ、あの役者さんって、はい、その。 経験あることをやる方がやりやすいのか,、うん、だから僕切腹したことないからやり方わかんないじゃないですかご<ー>自,自身の経験ないことをやるってどうなんですか所作というかやっぱやり方ってあるじゃないですか、はい、あります、えー、3本こうやるとか縦、はいえー、上にグッてあげるとかあとなんか年代でも違うらしいんですよね、えー、やり方をこの人は どういう性格の人なんだろうかって考えたときに、いや、なんか誘うとしても。先っぽしか入れられなくて、解釈でやってもらっちゃうような人なのかなとか。キャラクターによるじゃないですか。その時に谷原さんにお会いしとけばよかったですね。いや、わちゃう、わあ、見て、はい。はい、素晴らしかった、素晴らしかったです。僕、その去年、谷原さんがあの、ここでイベントというか、あの、はい、ね。結構、あの、選手の名前読んだりとか。ああ、はい、やりました、やりました。僕ね、その時見に来てるんですよ。ええー、そうなんですか。はい。で、谷原さん、いてるなあと思って<あ>、ちょっと、もちろん。 ゼルビア側でサッカーのチームを応援してあるとかないですね<ー>ないというか,うか僕、あの面白いサッカー見れればうんあのどこのチームだろうかんそうカテゴリーとかも関係ないし全然大丈夫なんでも国も関係なくリーグも関係なくあとこう、都合よく応援するという,あのうこっち勝った方がリーグ盛り上がるな,あなるほどじゃあ、こっち頑張れみたいな感じで見てるんで。 もうじゃあ,あのこうサポーターというよりは J リーグサポーターみたいなサッカーサポーターみたいな感じですね。箱押し、箱押しですね。箱押し、箱押しです。僕は。<laughs> 谷原さんはもうゼルビア推し、はい、僕もずっとゼルビアです。あれ、あれですね。僕聞いた話であの、はい、カープも好きなんですよね。はいはい、野球はカープ。野球はカープ。 カープはうちの父親が父方がもともと広島の方の出身なんですよ、それがあってずっとうちの父親がカープを応援していてちょうど小学校、僕野球にはまってたぐらいのともに山本浩二さん、衣笠さん水谷さんライトルさん、もすごい強かったんですよ、赤ヘル軍団、それでああ、かっこいいと思って、でもちっちゃい子の写真見るとタイガースの帽子かぶってこうやってるんですよね。 幼稚園ぐらいの時 <laughs> それご本人的にはあの子供の時どうだったんですかこれかあの時僕、掛布選手がすごい好きだったんですよ掛布 <あっ S 1> 正之物語をなんか小学5年生かなんか小学1年生か,なんか分かんないですけど、はい、本で読んで、はい、うわかっこいい掛布とうわそのまず町田ゼルビアをその好きになったきっかけは何なんですか、はい、で僕あの、まあ、父親が広島だからカープって言いましたけどももともと僕生まれたのは鶴川なんです町田なんですよ。えっ で生まれてすすぐ横浜に行ったんですね、はい、で僕がずっとこの,あのよくかえいがっていただいた先輩が町田の方なんですけども、はい、あのちょっと町田ゼルビアっていうチームができるんだと、うん、あの時まだ JFL 入る前ぐらいだったんですけども <laughs> JFL 入る前ですか、はい、まだ社会人の一部二部とかにいた頃ですね、はい、でちょっと応援してくれお前応援してくれよカープばっかりじゃないサッカーも応援してとあ、と「じゃあサッカーはゼルビア」そっからなりまして。 何にハマったんですかそののゼルビアのまずサポーターがとても熱狂できた、まあ、ドゴル氏もそうかもしれませんけど、はい、プラスあとゼルビアっていうチームが育っていくところに一緒に僕も見させていただいたっていうこれほど贅沢なことはないなと思ってます。<ー>やっぱ初めて JFL に上がる瞬間、うん、そこから今度 J2 に行く、はい、で一回 JFL 落ちて J3 行って、うん、もう一回 J2 上がって今があるわけですけども、うん、あ徐々に徐々にそのチームが大きくなっていってるな、うん、よりプロっぽくなっていってるな っていうのを間近でこうやってこう関わらせていただける機会ってないじゃないですかはい、はい、今からじゃあ例えば裏レズに行って関わらせてくださいって言ったら絶対レズンに、ねうん、関われないですもんねうん、うん、でもこれはもしかしたら、えー、町田が J1 に行けるかもしれない、はい、松本山雅と同じようにそうなるとあ僕は JFL から J1 に行くまでの町田をずっと見てきたんだ、うん、なおかつこれがもしかしたらじゃあ ACL チャンピオンリーグいいかもしれないあれ 今もトヨタカップじゃないですけどもウクラルドカップみたいなところ行くかもしれないと,かと思うと、はい、JFL 入る前からそんな子育つところを一緒にいれるって贅沢ですよねうわーじゃあもうその単純にこうサッカーで誰がこう抜け出したとかオフサイドになったとかうんうんじゃなくてでも僕、野球もカープファンなんですけども野球全体が盛り上がらないとつまらないんでただ全試合勝ちたいわけじゃないんですよねやっぱいい試合見たいんですおっしゃるように。 いいですね。ゼルビアもそうですね。いい試合みたいです。JFL の時とかってもお客さんもかなり少ない少ないですね。じゃあかなりも思い入れは強いですね。ゼルビア対しての思いは強いです。やっぱその上がっていく時とかそのもうこれ買ったら上上がれますみたいな試合ってあるじゃないですか。あり,すありますあります。 どうですかもう前の日からもうちょっとそわそわするみたいな感じですかまあ、仕事しながらまあこうなんかチェックしたりはしますけどもねなかなか僕はあのそう実際そこに行くことができなかったですよねそうですねスケジュールとかももありまだい大体その前の夜はその先輩なんかと飲んだりすることが多かったんですけどもそのこう節目の大事な試合だから、うん、なんかこう前ちょっと応援してくれよみたいにまあ。 こうやって前日の夜にそうやってこう明日へ向けていろいろと酒を飲みながらぐちゃぐちゃいう話をしてましたね。<laughs>